がイメージ。なんとなくわかるでしょ。エヴァンゲリオンお互い好きということで、はい、庵野監督が好きなんですよね。ああ、庵野監督が好き。ウルトラマン、新ウルトラマンとかにもね、出てきそうな感じがしますね、確かに、うん、ねえ。おーね、なんかね、こういう気持ち悪さがさ、いいんですか。いいんだわ。こういうところもなんかいいですね、こう。そう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 。ちょっと、この気持ち悪さがさ、大好き。大好き。結構やっぱなんか独創的な蜂、うん、多いじゃないですか。はいはい。なんかやっぱ他と違うものを作りたいみたいな気持ちなんですかね。うん、いやー、それよりも従来のものが嫌いっていうのが大きい、ね。なるほど。だからこれエヴァに出てくるさ、アダムなんだよね。これアダムなんだよ。 あ、あれアダムって貼り付けられてた方ですか。そう。ああ確かに。なんとなく分かるでしょ。じゃあロンギヌスも刺しといた方がいいかもしれないですね。そうロンギヌス欲しいんだよね。あとこういうなんかオブジェみたいなの結構あるじゃないですか。はい。これは何なんですか。これはね、とにかく自分を維持するために作ってないとダメなんだよね。どういうことですか。だから自分の排泄物みたいなもん。はああの、うん、自分を維持するためになんかこう今の状況を作っときたいっていう。だからこういうもんもさ、うん、いいでしょ。え、これ顔ですよね、頭。うん、まあさなぎがメインなんだけど。こういうのってどっかで販売されてるんですか。販売してない。だからこれは俺の排泄物で売ってないんだよ。いや、これただかっこいいんですよ、なんか、うん、何かわからないけど。これはね、アトムの卵って言うんだけど。アトムの卵、うん、これ陶器なんですか。そう。でボルトかなんか刺さってる感じ。いや、ボルトじゃなくて陶器なんだけど、これ。あ、これも、うん、へー、そう、すごい。ちょっと本当にオープニング撮ってないんですけど、盆栽さんです。これアトム、アトムの卵。アトムっていうのは、鉄腕アトムってあるじゃない。はいはい。あれのこう前傾っていうか、うん、原子のアトム、はいはい、だから妹にウランがいたりとか。いましたね。そう、だからその辺のとこで原子力みたいなもんにも、うん、なんか意見したいみたいなとこなるほどありつつ、アトムって何なんだ。で最近ね、原子のことってよく考えるんだよね。原子って原子力じゃなくて、本当にだからそうものの、うん、原子とか分子とか素粒子とか、はい、ここ空間じゃないんだよ、全て埋まってんだよ原子、うんうんうん、これがもう宇宙とこう一体化してるわけよ、うんうん、それでだから俺がこういうアクションをすると宇宙のどっかがの歪みが出てくるとか、うんうんうん、っていうのがなんか楽しいなっていう。なでそれで原子レベルまで分解して、そう自分となんか他をこうもう一回確認してみるとか想像してみるみたいなことですよね。だから想像だよね、うんうんうん、あのイメージなんで、ね、そうするとこうやって俺がいてあなたがいる、はい、だけどこれ原子レベルで考えると一つの物体なわけで、俺とあなたっていう感覚自体がもしかしたら錯覚なのかもしれない。あなたも僕も同じなんだよね、きっと。と、わかります。もう、すごいざっくり言うと、うん、地球が一個の分子かもしれない。そう、うん、だからそれがもう、宇宙までもこう拡大してるわけですよ、うんうん、ミクロのことを考えていけば考えていくほど、マクロのこと難しい。あの、原子でこう繋がっちゃってんだから、うん、宇宙って一つじゃない、はい、うん、だけどここを空間として考えちゃう。そうやって考えちゃうと、もう宇宙ってもう全然未知のもの。今ここに宇宙があるわけじゃん。宇宙の一端が。この宇宙の一端。そう。だからそれを考えていくと、なんかね、そんなに俺たち大したことやってねえよ。うん、まあ、やる必要もないよ、うん。だからそうするとね、だんだんね、こう禅の世界に入ってくるわけ。何も特別なものはない、うん、禅の世界に入っていくと今度盆栽の世界入ってくるわけさ。戻ってきた。いつ盆栽の話に戻ろうと思ったけど、俺そういうことだと思うんだよね。なんかその
循環、うん、だから禅のことが分かってないのに多分盆栽にはいけないだろうし、うん、ブッダっているじゃない、はい、あの人ってなんかすごいことをした人じゃなくって何もしなかった人だって、うん、いいこともしない代わりに悪いこともしない、それが最終的に禅の教えで、とにかく特別なことは何もない、平坦にこう生きていけばいいっていう、うん、奇跡は起きないですもんね、うん、あんまりね、そうだから特別なものを求めてはいけない、うん、だから座禅をするときにこう悟りを開こうって思ったらもうそれは邪念なんだよ、あ、なるほど、ただ単に座ってればいい、うん、そうだからそっから考えるとさ、なんか盆栽でもさ、こうやってただ単に俺たちが見てりゃいいんだみたいなさ、うん、だからそれにいろんな手を加える必要もなくって、それをなんか特別なものにする必要もなくって、うん、よくしようとか思わないそう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 、うん、だからそのよくしようっていうのは人間にとってよくしようっていうことだから、うん、それは植物にとってよくなってるのかどうなのかっていう根本的なとこだよね、うん、問題は、うん、そうやって考えると、ああ日々毎日ちゃんと食べて寝て起きてちょっと仕事してみたいなのがベストだよね、うん、ちなみに、うん、いいですか、うん、盆栽鉢はやっぱこうメインで作ってるっていうことなんですか、やっぱこっち要は創作じゃないですかこれ、うん、自己表現、うん、まあ、こっちもそうだと思うんですけど、うん、こうそこに、うん、盆栽鉢を作るってことで、うん、その他者にも理解されるとか使いやすいとか、うん、そういうことも考えながら作るわけじゃん、うん、でもね俺あんまりね他者のこと考えてねえかもしれないうん、もうアーティストですね本当に、いやアーティストっていうかね、だから本当にね自分が見たいものを作りたい、なるほど、今までなんか見たことのないものを作りたいとか、うんうん、まあそれも特別なことになっちゃうんだけど、だからこれとこれと全然別物じゃなくて関連があるわけ、うんうん、盆栽鉢従来の盆栽鉢があるじゃない、はい、なんで足はこれじゃなきゃいけないんだっていうさ、うん、だからなんでっていうとこが俺の中ですげえ重いわけよ、なるほど、うん、なんで自分が作ってるのに人がいいっていうものを作らなきゃいけないのっていうさ、うん、逆にちょっとここ俺いいですかこの話、あ、いいよ、これもやっぱそんな感じで作っていったってことなんですか、そうだからねこれはねまだねめっちゃ面白いですよ、あの若い時だから、あ結構前なんですか、うんと俺がね20代半ばぐらい25ぐらいの時に作ってたんでね、これ何なんですか元は、これ壺だよ、壺、うん、思う壺っていう題名なんだけど、思う壺なるほど、この時はねやっぱりね自分がねどれだけこうでっかくなれるかっていうことに執着してた、はいはい、みんなからこう評価を得たいと、うん、だからいまだにこうやって戒めとしてこれを置いてある、あそうなんですか、そう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 、要はだからその若い時はちょっとよく見せろとかその作為的な部分が今見たらあるんですね、今見たらっていう部分もうそれの塊だよね、邪念の塊、邪念の塊だよね、だからこんなところにさ金もないのに金使ったりとかさこうプラチナ使ったりとかさ、プラチナ使ったりとか、うん、だからもう邪念の塊だよ、なるほど、だからこれが嫌でね俺30になってやめたんだよね、なるほどね、俺もさ最近さなんか流行りなんだって、あー、ま、もらってさなんでどうなんですかこの流行りは、いや俺はちょっと合わねえかなと思って、うん、でもね割とねこうしっくりくるんだよ、うん、でも俺の進むべき道ではないなっていうのはちょっと感じてる、ちょっともう一回さっき、うん、篠宮さんとかと話してたあれなんですけど、新しい盆栽を作ろうみたいな話してたじゃないですか、うんうん、一応僕の YouTube 盆栽級のテーマ新しい盆栽を作ろうなんで、うん、なんかね、うん、面白いことできたらいいよね、うん、
結構だからもうお話聞いてても僕結構考え方とか共感できるところが、ね、エヴァ好きだし、シンクロ率は見てますねこっちもね、うん、だけどやっぱりねなんか動かなきゃいけないと思うんだよね。そうですね。もっとこう本当にね若い人がもっとこう活躍できる場にしたいんだよね。だからその舞台をね作れるようにしてます。だからそういうね YouTuber とか俺全然こうダメなんだよ、うん、だから未だに携帯も持ってないし、なるほど、もうそっちの方面からはもう全然こう取り残された人間で、うんうん、だけどそれとは違うこれがあるよみたいな、うんうん、なんか YouTuber の人は YouTuber の人で発信をしていけばいいし、はい、俺たちは俺たちでこう発信していかなきゃいけないし、うんうん、でも同じ意思を持ってて、うん、その僕たちは発信が得意なので、うん、作ってもらったその意思のあるものをより多くの人に、うん、届けるみたいなことができるかもしれない。そう、そうそうそう。だからね世界は絶対広がる。そうです、うん、だからやっぱり俺の苦手なことは得意な人にやってもらった方がいいし、うん、なんか今こう SNS だって言われて SNS を俺がもしもやったとしても、うん、大したことないと思ってる、うんうんうん、そんならもういっそのことやんねえ方がいいんじゃねえかって、うん、なんか一緒にこれからできたらいいです ね、 ねえ、うん、本当にそう思うわ。ぜひよろしくお願いします、うん、とにかく若い人がなんか立ち上がってくれるような業界になったらさ、うん、もうどうしたってさもうみんな年の人が多いじゃない。俺より先に死んじゃうような人とはあんまり付き合いたくない全部アトムなんですか。いや違う、これは何ですか。これはサナギっていう。あ、これサナギ、うん、あの横文字でサナギ。あ、最高じゃないですか。うん、いいでしょ。なんかああいい、なんか握り心地もいいですね。なんかこれ重さって必要だと思うんだよね。重さも必要だと思う。でかいサイズもあります。いやそれはね、BGR がついてある。あ、そうなんですか。あいつがサッカー監督です。え、BGR さん。 BGR っていうのは息子さん。ああ息子さんもやられてると。息子さんのさなぎ。これはね、ザリガニミノムシ。ザリガニミノムシ。ああ、こいつの名前は。ああ、これなんか空洞じゃねえからさ、すっげえ覚えてる。塊にしよう。違う。あと、もう、俺作ってる時にさ、うん、お前土をどんだけ使うんだよ。一気になくなるわね、確かに。焼き物って言ったら、なんか中を空洞にするのが技術じゃねえのかとか思う。爆発戦ですよ。俺が偉いんだよね。だからあのそこで黙ってるっていう。普通だったらお前こんなことやんじゃねえよみたいな。若かりし頃の自分と重なる部分とかあったりするか。あるね、やっぱり。うん、だからね、あいつもね、ダメだと思うよ。そんなことない。これだ、これもそうなんですよね。そうこれめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。うん、このでもかっこいいけどね、うん、8なんだよ。8です。残念ながら8じゃダメだね、やっぱりね。8の特集ですよね。8ダメなんだよ。8ってダメだと思うわ。パッと見て8って分かっちゃう。分かりますね。でもその領域まで行っちゃった。だから俺が気に入らないわけよ。なるほど。だからなんか8夜になってきちゃったな感が、うん、否定されないんだよ、ね、今あんまりなんか SNS とかでやっても否定されないんだって。だから親父の時は良かったよね、お前こんなもん作ってて売れねえぞって言われたからさ。なるほど。本当には使えるかって俺たちなんか本当に言われたしね。そうだね。うん、売れるもん作れるぐらいの売れるもんが決まってたんだよね、うん、だから重宝か、なんかちゃんと決まったやつを作ってようやく当たり前だったけど、もう俺じゃないでしょと。発注先は違う。発注先が違うでしょっていうことだよね。
だから俺がやらなきゃいけない仕事ではなくて、これ他の人に頼んだ方が絶対いいよね。どうなんですか、問屋さん的な意見としては。いやだけど、松下のとこはこの土、うんうん、こうやっぱりこのあれは一貫してずっと やってるから、うんうん、そうだね、うん、だからこういう土味でやってほしいというところがあると、どうしても頼まざるを得ないところもあるし、さっき言ったように変わったもの形をね、なんか作ってって頼むと、考えることが好きだから、そういう。そうそうそ そう、うん。喜んで、うん。だけど失敗してることもあるんだよ。うん。だからこ、図面持ってて、こいつを作ってくれじゃなくて、うん、これぐらいのやつで、うん、ちょっと変わったやつで、作ってくれって言うと、うん、あのよく作ってくれる、うん。じゃあちょっと、今度お願いします。うん、だからね、こう図面持ってて、ね、こうこれって言うと、うんって言うかもしれんけど、なのでね、うん、昔はそういう世界だったよね、うんうん、だからそういう注文をするのがなんか注文先としては当たり前なんだっていうか、やっぱり八屋っていうのは自分の手足にこれ作れって言えばこれ作ってくれとか、そういうのって嫌じゃないよ、うん、確かに、うん、だからその中にいかに自分を出す入れるのかっていうことを考えるのがもの作りだから、うん、その時 あの自分の心境であったり、いろんなものをこう混ぜ合わせて、それでものを作りたい、うんうん、だからそうするとこれから何十年後にそれを見た時に、ああこん時こういう風になんかしんどかったよなとかさ、うんうんうん、すごいわかります、うんうん、誰が作ったらあんねんようなものは作りちゃってないもの、ね、うん、の裏を見て、ああこいつかって言われたら、いや俺はダメだって思って、うん、なるほど、うん、だからもう正面見て、ああこれあいつじゃん、うん、確かに、それでまたその中に、ね、ちょっとしたねこう笑いがあると、ありがたいと思う。だからなんか今なんか俺の中でどっかにこう真面目な盆栽会の中にクスって笑えるような笑いが入れないかなって考えてるとかね、うん、だからそれがね、なんか盆栽店見に行ってさ、えこれこう笑っちゃうねっていうようなさ、なんか盆栽がさ欲しいなって思うんだよね。だからみんなねちょっとね真面目すぎだよ。なんかもっとさなんかこう笑えるようなもの作ってもいいんじゃねえかなって思うんだよね。死に去っちゃってんじゃん、仮説って、うん、なるほど。あこれは違いますよね、ここだけですよね、うん、そうそう、僕あのファミコンに穴開けて木植えたら怒られたんですよ。あ、怒られたの、視聴者とかに。これが最初最後のあの盆栽展の展示なんだけど、こんなのももうエヴァンゲリオン、本当だ、背景エヴァンゲリオン。自分で描いたんだよな、これ。盆栽展の…で、見ないですよね。後ろは…これ、新聞社が来てさ、こればっかり撮っていくわけだ。だからね、他のね、盆栽展に出してる人たちからすげえ批判で、もうこんなもん出すんじゃねえみたいなさ。ちょっとルール。そうそうそう。それでこのね、横文字がね、経堂のね、一節をこうずーっと書いてある。だから、エヴァンゲリオンだけだと、ふざけんなって言われそうだから、うん、一応、経堂の力を借りて。経堂っていう、あの、あれがあるんだよ。何ていうんですかね。流派、うん、なんか温泉の格をこう一個上げたみたいな。そう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 。経堂の。これがかな、さ。なんか真実は隠されている。なんか面白いよね、なんかこうやって。石ですか、そのついてる。あ、違う、焼き物で。あ、これ焼き物なんですか。そうそうそう。わざわざやると、ね、隠されてる部分っていいんじゃない、うん、やっぱり。ソフビ、うん、ソフビの人形の仮面を取れるやつとか、ね。うん、そうそうそう、いいよね。あれいいですよね。通ずるものがやっぱりあります、ね、
なんか仮面っていいよね。仮面いいんですよね。だから禅の世界でさ、あの般若心経でさ、色即是空、空即是色ってやつ、あの形あるものは空であり、空は形あるものである、空は空である、だからそれが同居してるわけ、それってなんかすっげえことだなって